はい、おはようございます。ラスカルでございます。ということで今日の動画はですね、ちょっといつもと違うと言いますか、新シリーズってわけではないんですが、原点回帰ということで、昔のね動画で言うと、僕なんかこう黙々と本当にご飯を食べて、食リポなんかはテロップのみでみたいな感じでね、そんな動画を作っておりまして、やっぱりこうコメントの方でもね、ああいう動画がなちょっと見たいんですよみたいなコメントをいただくことが結構多いです。ですので今回の動画からですね、通常の並盛りを複数品注文させていただいて、もう本当に食リポ等は必要最低限、残りはテロップで表示させていただいて、ただただ黙々と美味しい飯を食う、そんなね動画を今日は撮影したいと思っております。で本日訪れておりますのが五代目蝦夷という、まあ、もちろん皆さん知ってますよね。僕の動画でも一度訪れておりますけれども、大食いの方はねもうこぞって訪れております。超人気店でございます。本日はですね、基本的にこの五代目蝦夷さんのおすすめである単品メニューをねざっと注文させていただきました。食べながらですね、テロップ等で商品名であったりとか味は説明をするとして、もう早速ですね出来たていただきたいと思います。じゃあちょっといただきます。ちょっと唐揚げかな、やっぱやっぱり、でっけ、うん、うまっ、うまっ、肉汁すっごい、
うわ。これいいっすね。いやうまー。まあちょっとこれ唐揚げ。
うまいな。さあ、今うまっ。
ということで、ただいまですね、こちら5代目江戸さんの美味しい料理すべて食べ尽くさせていただきました。いや、うまかった。いや、本当にご無沙汰の5代目江戸さんでして、結構ですね、大食いの方の中でも、例えば唐揚げ一つにとっても、僕は2代目が好きだ、5代目が好きだ、6代目が好きだと、まあいろいろね、好みが分かれるところなんですけれども、本当にね、結構この5代目さんをあげる方も多いぐらい、本当にね、どの一品一品もすごく美味しいものばかりでございました。で、今回ですね、この撮った動画、新たなね、試みといいますか、こういったのもいいなと思ってくださったら、ぜひね、あのコメントにも書いていただきたいですし、あと皆さんにちょっと募集したいです。このシリーズに関してですね、再生リストもしっかり作ってこうシリーズ化していこうと思うんですけれども、まだ全然題名を決めておりません。ぜひですね、ちょっとこのシリーズの題名ね、コメント欄の方で募集させていただきますので、どんどんね、書いてみてください。で、もちろんですね、この美味しい5代目江戸さんの料理もたくさん食べに来てください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を始めておりますので、そちらを合わせて概要欄からチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。